こんにちは、服部幸男です。今回もですね、服部幸男の自腹で購入シリーズということで、実はですね、真空調理の機械、こういったものをですね、ネットで購入しました。皆さんにですね、見ていただいて、家庭用のものがどのくらいの能力を持っているか、プロの目線でですね、忖度せず、ね、しっかりとですね、比べていきたいというふうに思っておりますよ。真空調理パックのね、説明をですね、うちの先生方の中でも特にね、この詳しい人ね、それがですね、佐藤月彦先生ですよ。先生、いらしてください。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくどうぞ。よろしくお願いします。真空調理って何がいいんですかね。はい、まず空気を抜くので保存が一つあります。それから味を染み込ませる、空気がないためにまあ低温で調理をすると物が柔らかく仕上がるとか。ああ、なるほど。はい、次にね、真空保存のいいとこって何ですかね。はい、まず空気に触れませんので、酸化がしない。酸化しないね。はい、から味の流出が少ない、それから二次汚染がない、そのような感じですね。あ、なるほどね。はい、さあ、それではですね、我々プロが使っている、ね、機械をですね、紹介したいと思います。お願いします。はい、こちらですね、これ日本製のトスパックですね。じゃあ早速うちの学校のこのトスパックですね。で、だいたい45秒水分があるので、水分があるとこう沸騰するので早く空気を抜いてくれるので、あまり長くやらなくても真空になります。なるほど。はい、はい、で、ここで熱接着しますので、袋の熱接着する部分をここにしていただいて、でもこれ45秒で、で、蓋をすると自動的に真空が始まります。で、今これ真空のゲージですね、真空度がどれぐらい、だん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 真空に近づいています。でも90、ここを過ぎていくと、もう水分は沸騰し始めます。今90度超えました。98度ぐらいね。そろそろ真空度がマックスという形になります。で、ここで熱接着が始まります。で、庫内に空気が戻ってきます。で、袋の中は熱接着されているので空気は入りませんので、これで空気がない状態のパックの出来上がりですね。なるほど。はい、もう空気入ってないわ、本当に。はい、じゃあ次も同じようにパイナップル入れます。今すごい沸騰最中です。すごいすごい。で、今熱接着をして空気が戻ってくる。で、そうすると真空されるとこのようにもうほぼマリネもう機能したんじゃないのっていう入り方になります。すごいなっちゃったね。はい、こちらの商品ですけども、専用のね、保存の袋がなくてもね、どんな袋でも使えるっていう、ね、真空にできるということですね。また連続して使うこともできるということになってますね。あ、そこを開けて、はい、で、これノズル式なので、こうノズルボタンってありますので、じゃあノズルの中に入れて蓋をします。で、スタート。で、この時ツルツルの、両方ツルツルの袋だとここがピタッてくっついてノズルが閉まっちゃうんですね。そうするとここに残ってる空気がこう出ていかなくなってしまうので、無理やりこうシワ作ってあげるとこう抜けていくんです。抜けていくんですけども、基本的にはなかなか抜けないです。まあ、なかなか完全には抜け出てはくれないですね。
抜けないってことはどういうことなんですか。これで調理しちゃうとやっぱりなんかまずいことあるのかしら。そうですね、熱伝達がこう切りにくくなるので、まあこれマリネするだけなでもこれ抜けた方がいいんですけども。なるほど。一応時間になったので止まりました。で鶏の場合には、まあ、あるいは汁入れてありますので多分早く抜けるとは思うんですけども、同じように、うん、スタートします。あ、これすぐ空気なくなりましたね。これ早かったです。やっぱ汁が多い方が多分、うん、こう空気が抜けやすい、うんうん、で完全に抜けるためにはちょっとね難しいかな。うん、まあ基本的にあの布団圧縮機みたいな、まあ掃除機でこう引っ張ってるようなそんな方式になってますので、こんな感じですね。まあ、これはねなかなかね空気まあまあ抜けてる方ですね。はい、こっちはちょっと抜けにくかったですね。凹凸が激しいのがちょっと抜けにくいの。これはなんと約20秒でね真空にできるんですね。早いんですよ。それはなぜかっていうとね、この、これから使うね、このシール、これ自体がねエンボス調なんです、中が。だからすごく空気を吸いやすいんですね。そしてこれあのお菓子なんか残した時にね、その袋を真空パックで閉じることができるんでね、そういうねそういう役目もしてくれるという。でこれ蓋を開けまして、これノズル式ではないので、汁がもしも出そうになった場合には汁液体がここにたまる仕組みになってます。でこの液体とか空気がなくなるようにこの溝の間に袋を置きます。でこれ熱接着源になります。でこれでガチンと蓋をしていただいてスタートになります。そうするとあっという間にほら広がってきました。すごいすごい。でこれで自分で感知してもう止まりました。早いね。早いですから20秒かかってないわ、はい、ね、で今これ赤い膜になっているので熱接着になるんですね。ああなるほどなるほど。で多分強度が高い袋なので熱接着時間は長いんだと思います。はい、緑になりました。でこれで開けますと、あらよいしょ、こうなりますね。ほんの、まあ、ほんのかすかに空気がこう、うんうん、残ってる部分はありますけども、まあ、ほぼいい感じで、うん、はい、じゃあ次この結構液体が入ってる、はい、この鶏ですね、はい、ですね。これも同じようにしていただいて、で実はこう設定がありまして早いのか遅いのか、うんうん、湿ってるものなのか乾燥してるものなのかっていうのがあるんで、一応湿ってるで遅いってやっていって、自動で押します。でまた空気がどんどん抜けていきます。あ、止まりました。早いよね、そういうのね。エンボス調のこの袋っていいですね。はい、ね、空気しっかりしてて、ね、しっかりしててね。ただ値段はどうなのかなって、うん、そこがちょっと、はい、OK です。でこんな感じで、なるほどなるほど、まあ少し、ね、こんな感じか、はい、ね、ちょっと空気残ってますね。うん、あとここ見ていただくと実は吸い取った液体が、あら、そこ溜まってんの、ここにこう溜まってます。まあ拭き取ればいいんですけども、あ、ノズル式だとノズルとかを掃除するのがちょっと面倒くさいから、そうね、まあ、こっちの方が拭けば楽かなと思います。こういう感じですね。はい、これとこれですね。こちらはですねチャンバ方式の機械なんで、まあ、まるでプロ用の、ね、機械ですよね。このほとんどはね高いんですよね。10万円超えるのが多いんですけどね、これね5万円ぐらいでね手に入るんですよ。蓋を開けまして、開けるで、さすがにチャンバー式といっても業務用とは全然大きさ違くて小さいので、多分モーターもちょっと小さいので、あの時間はちょっと長めに
業務用よりは設定します。あ、じゃあ真空がねちょっと甘くなっちゃうね、はい、でこれはあのここ見えないと思うんですけども、こう袋をずれないように止める装置がここにある、うん、でここにセットしていただいて、で、蓋をします。で、脱気シールでやりますと、庫内が業務用と同じように、はい、まず膨らむんだ、空気がなくなっていくので、パイナップルが沸騰状態になり始めます。煮えてるように見える、はい、で冷たいんだよね、これ温度は下がっていきます。あの気化熱で温度は低くなっていきます。でこの泡がだんだん小さくなってくるとほぼ真空状態に近くなります。はい、時間で今熱接着ですね。で熱接着終わりましたら空気戻ってきます。はい、そうすると潰れたような感じになって、もうこの時点でほぼマリネが完了。おー、かなりね真空高いね、はい、もうほぼ空気はない状態で、うん、出来上がってますね。じゃあ次鶏肉いきます。脱気シール、家庭用だったらこの機械十分だよね。これはいすごいね、これかなり優秀だと思いますね。はい、こんな状態ですね。家庭用でもチャンバー式っていうのはすごいですよ、これね。ほとんど染み込んじゃった、うん、さあ今日はですね、家庭用の真空パック機、これをですね3種類試してみましたよね。さあプロから見てどうでした？やっぱりまあプロとしてはチャンバー式、うん、庫内が抜けていくのが理想かなとは思うんですけども、ね、まあ、家庭ではちょっと大きい置く場所ないとかあるかもしれませんので、まあ、その性能を考えながら、ね、まあ、選んでいただくしかないなと。次回はですね、今日パックしたこのお肉でですね、サラダチキンを作ってみたいと思います。この動画が良かったと思う方はいいねボタンとチャンネル登録、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。